様、あの者の仮面。正体を現せ、邪悪な魔人め。おいおい、ちょっと待て、俺が何だって。魔物を刺激するな、普通の人間にできる芸当ではあるまい。はあ、見た目を偽り、オーラを抑えているようだが甘いわ。ガー、俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなのに。なあ、あのな。貴様の言葉など聞く耳を持たん。すべてその仮面が物語っている。仮面、待ってくれ、何か勘違いしてないか。これはある人の形見で。同胞の無念、その億分の一でも貴様の首であがらってもらおう、邪悪なる豚どもの仲間め。標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。やっ、食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。やっ、ごちそうさん、行くぞ。ふん、さあ、セーフ。油断した。ふん、さあ、アイシクルスピア。その手じゃ、まだです。フレアサークル。なんじゃと、やってくれ。負けられんな。これ以上遅れは取らん。ふん、セーフ。よ、行きます。チャンス。ふん、いや、行くぞ。よ、チェーサー。やってくれ。フレアサークル。いざ。フレアサークル。なんじゃと。待て。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。このような、ごちそうさん。やってくれ。フレアサークル。狂っていたか。ほっとけば大変なことになっただろうな。獣め、オーガフレイム。残念だったな。俺には効かないんだ。だが確かに俺はお前たちを甘く見ていたようだ。少し本気を見せてやろう。なんというオーラ。よく見ておけ。若、姫を連れてお逃げください。ここはわしが。黙れし。すさまじいな。悲しいが我らでは貴様に遠く及ばぬようだ。だが俺も力ある種族、オーガの次期統領として育てられた誇りがある。無念に散った同胞の恨みを晴らさずして、何が統領か。叶わぬまでも一矢報いてくれるわ。
若、それではわしもお供いたしましょうぞ。そうきたか。まずいな、完全に裏目に出てしまった。お待ちください、お兄様。この方は敵ではないかもしれません。そこをどけ。いいえ。お、なぜだ。里を襲った奴と同じ仮面の魔人ではないか。はい、ですが冷静になって考えてみてください。これだけの力のある魔人様が姑息な手段を用いて豚どもに我らが里を襲撃させるなど不自然です。それこそお一人で我ら全てを皆殺しにできましょうから。この方が異質なのは間違いありませんが、おそらくは里を襲った者どもとは無関係なのではないかと。少しは人の話を聞く気になったか。何者なんだお前は。俺はただのスライムだよ。スライム。そう、スライムのリムル。ちなみにこの仮面はある人の形見だ。なんならお前の里を襲ったやつのと同じか確認してもらって構わない。はあ、似ている気はするが。これにはコウモの力が備わっているようです。しかしあの時の魔人はオーラを隠してはおらなんだな。ではっ申し訳ない。どうやら追い詰められて勘違いしてしまったようだ。どうか謝罪を受け入れてほしい。うん、苦しゅうない。やれやれ、一時はどうなることかと思った。まあここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。お前たちも来いよ。いいのか。うん、いろいろ事情も聞きたいしな。そちらの仲間を傷つけてしまったが。そりゃあお互い様だしな。死人は出なかったんだし、よしとしよう。すまんかったの。それに今日、うちは宴会なんだ。人数が多い方が楽しいだろ。こうして、理由もわからずに始まった争いは終わった。オーガの姫、彼女らに名前はない。彼女が昏睡の魔法を解除し、ホブゴブリンやテンペストウルフたちは目覚めた。オーガたちの怪我は俺のポーションで治し、俺たちの村へと帰ったのだった。